こんにちは。早速ですが、まずは問題の内容を確認しておきましょう。図の三角形 ABC は直角二等辺三角形です。この図で同じ印をつけた角度、ここの星印ですね、ここの角度は等しいです。この時三角形 BCE の面積、ここの部分ですね、この部分の面積を求めてください。こういう問題になっています。では今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきましょう。この問題、どこに注目すればいいかに気づけば、あとは簡単な問題です。同じ角度ですね。もう一つ同じ角度があれば相似な図形が出てきます。この三角形について星と直角があるわけですから、この星と90度を使って相似な図形ですね。具体的には D から垂線を下ろしてあげると、ここに星直角のこれと相似な図形が出てきますね。この図形について縦の長さ、横の長さ、これの比が分かればこの面積が出てくる。全体からこの面積引いたらここが出てくる。こういうふうに解いていくことができるんですけれども、今回ここの角度とここの角度当然一緒なんですけれども、もう一つ別の角度に注目していこうと思います。どれかっていうと、この星とここの角度ですね。ここの角を足したもの。この三角形に注目していきましょう。星足す二重丸の三角形 ABD。この直角三角形ですね。これに注目すると、同じように星と二重丸を持つ直角三角形。E からこういうふうに垂線を引いてあげると作ることができますよね。こういう感じです。星二重丸90度の直角三角形、これを利用してあげると三角形 BCE、 この三角形ですね、この三角形の面積直接求めることができます。この三角形と三角形 ABD ですね、星二重丸90度、星二重丸90度、二つの角度が一緒ですから相似形になっています。直角を挟む二辺の比ですね、これ6対4、簡単にして3対2。じゃあこの三角形についても直角を挟む二辺の比3対2になっています。ということは、ここの長さ、三丸。こうすると、ここの長さ、ここ二丸になりますね。さあ、残った部分、ここの部分ですけれども、これどういう三角形かっていうと、全体が直角二等辺三角形ですね。だから、ここ45度なんで、この三角形に関しても45度、90度なんで、直角二等辺三角形。これが二丸だったら、ここの長さ、二丸ですね。さあ、ここまで出してしまった三角形 BCE の面積ですね。これどのようにしても出していけるんですけれども、全体の面積、これと比べて出すことにします。全体の面積は、等しい辺の長さ、これが6センチ6センチの直角二等辺三角形ですから、6×6 割る2で18平方センチメートルです。これと三角形 BCE を比べます。三角形 BCE、高さ二丸ですよね。全体の三角形 ABC の高さですね。これに比べてどういう風になるかって言いますと、はい、これが高さですけれども、底辺の長さが5丸ですね。これの半分、2.5 丸。これが三角形 ABC。これの高さになります。ということは、高さの比が 2.5 対2、5対4ですね。求めたい面積18平方センチ。これの5分の4、0.8 倍ですね。14.4 平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。